ということで次は第5話、二大怪獣、東京を襲撃。タイトル通り、ウルトラシリーズ屈指の人気二大怪獣が登場。お、楽しみだね。まずは古代怪獣ツインテール。上部についた2本の尻尾が名前の由来。なるほど、それでそんな可愛い名前に。この独特なフォルムは、いかに着ぐるみを人間の体型から遠ざけるかをテーマにデザインされたらしい。なんという無茶なテーマを。でも確かに人型でも恐竜型でもないこのデザインは秀逸だね。今となっては有名だが、エビの味がするらしい。うまいってことなのね。ウルトラゾーンのアイキャッチではなぜか椅子に。絶対座り心地悪いでしょ。もう一体はツインテールの天敵でもある、地底怪獣グドン。ツインテール同様に、古代から生息している怪獣。ツインテールを常食していたらしい。エビの味がして美味しいんだな。特徴的な長いムチ状の腕が武器で、硬い皮膚で覆われている。かなり強そうな怪獣だね、かっこいいし。でも後のレッドマンでは何度も登場し、何度も殺された。なんかグドンくんそんな悪いことしましたか？というわけで今回の話はというと、とある工事現場から、化石のような不思議な物体が発見される。その物体の調査に来たのは、ゴート岸田隊員。岸田隊員、嫌な予感か。岸田隊員は、この物体をただの岩だと独断で判断。マットシュートで適当に炙り、さっさと帰ろうとしたのぜ。いやいや、適当すぎるだろ。そこに待ったをかけたのはゴー。この物体の中から、鼓動音のような音が聞こえたらしい。これもウルトラマンゆえの超人的な聴覚のおかげかな？ゴーはもっとこの物体について、しっかり調査する必要があると進言。でも当然このゴーの態度に岸田はご立腹。二人の意見は平行線のまま対立していく。これはどう考えても岸田隊員が早計すぎる気がするんだが。でも加藤隊長が言うには、我々の仕事は即断即決、臨機応変に対処しなければならない局面が多い。その場合、隊員一人一人の判断を信頼するしかない。岸田はその物体を無害なものとして判断した。私は岸田の判断を信じる、お前も信じてやれ。じゃあゴーの判断は信じないんですか隊長。なぜかかわいそうな立場にゴーが追い込まれている頃、採石場にグドンが出現。マットが出撃していくんだけど、よりによってゴーと岸田の二人が一緒という。なんでこのコンビで出撃させたし。何もなければよかったんだけど、やはり問題が起きる。マットの強力兵器、MN 爆弾を使おうとしたその時、ゴーは女の子を見かけて発射を中止した。その隙にグドンは地中へと逃げていってしまう。ああ、これは揉めるやつですわ。当然この件で岸田はゴーに食ってかかる。さらにゴーは岸田の命令に背き、怪獣を逃がした罪で3日間謹慎処分を受ける。そやないよ隊長。本当に女の子がいたら大変なことになるのに。仕方なく、しぶしぶと坂田さんの元へとまた戻るゴー。そこで落ち込むゴー兵、また坂田さんの名言。症状見たんなら、どこまでも見た通し通すべきだ。3日や4日の謹慎くらったって、胸を張ってればいい。と素晴らしいアドバイスをする坂田さん。名言製造機だなぁ、坂田さん。そこへ友人の女子二人を連れて秋がやってくる。ショッピングセンターに行こうとゴーを誘うが、謹慎中のため一緒に行けず。秋ちゃん残念。この時ゴーはあの化石のような物体のことを思い出し、嫌な予感がして秋を止めようとする。でもゴーに合うサイズの服がそこにしかないと言って、そのまま出かけてしまう。ゴーさんでかいからなぁ。そしてゴーの予感は見事的中してしまう。ショッピングセンター付近で、巨大な卵が地面を割って出現。これってまさか。そう、冒頭で放置したあの物体。実はツインテールの卵で、この最悪なタイミングで孵化するため大きくなった。うわぁ、だからちゃんと調査するべきだったんだよなぁ。当然秋の行ったショッピングセンターは大混乱。入り口は土砂で埋もれ、秋は怪我を負って意識不明に。予想以上にどえらいことになってきた。この一大事に当然マットも対策を講じようと動いていた。そこへ岸田隊員の叔父である、岸田防衛庁長官がやってくる。しかも参謀としてあの佐原健二さんを引き連れて。すごい圧を感じる人だね。っていうかこの長官、セブンにもいたよね。山岡長官だな、演じてるのは藤田進さんというベテラン俳優。長官役といった大物キャラは大体この人だな。
同一人物かと思うくらい既視感ある人だね。その岸田長官は、直ちにあの MN 爆弾で卵を破壊しろと命じてくる。でもそこで待ったをかけたのはやはりゴー。卵のある地下道には、5人の人間が生き埋めになっているんです。彼らの救出が終わるまで、MN 爆弾の使用を待ってください。MN 爆弾は地上で使うのだ。地下に閉じ込められているものなら心配することはない。しかし、もしものことがあっては、東京1000万都民の安全を守るためだ。この際5人のことは忘れよう。5人も1000万人も命に代わりはありません。と長官は MN 爆弾の使用を強行しようとする。いやいやいや、絶対使っちゃダメでしょ。地上だろうとあんな爆弾落としたら完全に潰されちゃうでしょ。それを理解してくれてか、上の隊員は号に賛同してくれる。そうだ、まずは5人を救出してから MN 爆弾を使用すべきだと思います。君たちはわしの命令に反抗するのか。長官の命令に背く者がどうなるか知っておろうな。知っております。そう言って号は自ら隊員バッジをむしり取り、長官の前に置いて退出してしまった。おいおい号さん、あんたまたかい。でもそこへ上の隊員がやってくる。お前マットを辞める気か。辞める、あんな長官の下で働けるか。何を言う、余ったれたこと言うんじゃないよ。何が余ったれだ。そうじゃないか、何か気に食わないことがあやすぐ辞めるのか。腹が立つのはお前だけじゃない。お前何のためにマットに入った。帰るところがあるからって、これじゃ無責任すぎるじゃないか。う、上の隊員、すんごいいい人やん。この件に関しては本当にグーの根も出ないくらい、上の隊員が正しい。しかも上の隊員はゴーと同じく両親が死んで天涯孤独のみ。でもゴーのように決まった帰れるところがない。それでもマットで平和のために戦う上の隊員に、心動かされない人はいないと思うのぜ。まさか上の隊員が、ここまでいいキャラだと思わなかったからびっくりだね。では話を戻すのぜ。ゴーと上野は反対したが、結局長官は MN 爆弾使用を命令。で、その後のセリフが、なーに、いざという時は必ずウルトラマンが来てくれるさ。心配はいらんよ、とは、はっはっは。ウルトラシリーズで一番言ってはならないことを、ウルトラ警備隊の面々が聞いたらガチギレするかもしれんな。で、これにはさすがの加藤隊長も呆れたのか。長官の命令通り、直ちに出動しましょう。5人の救出が終わってから行動に移る。隊長、命令に背くつもりですか。私はマットの隊長だ。マットの不始末はマットのやり方で収拾をつける。隊長かっこいい。加藤隊長も堂々と命令を無視。一方その頃、ゴーは秋たち逃げ遅れた人たちの救助をしていた。とそこへゴーを手伝いに上野隊員がやってくる。上野。俺はお前のように帰る家がない。だから絶対にマットはやめん。これでもマットに命を懸けてるんだ。マットに戻れよ、一緒にやろう。上野隊員。勝手にマットを抜けたにもかかわらず、上野はなおゴーを必死に説得する。年も境遇も近いゴーにシンパシーを感じているのかもしれない。それだけにどうしても放っておくことができなかった。それは多分ゴーも同じで。こんな状況じゃなかったら、多分泣いて喜ぶほど嬉しかったと思う。でもそんな感動の余韻をぶち壊すように、卵がついに割れる。もちろん中から出てきたのはツインテール。出たー、ツインテール。ゴーは救助を成功させるべく、ツインテールに向かっていく。今回はもうすでに危機的状況のため、瀕死にならずに変身。さすがの新マン兄さんも空気読んだのね。ウルトラマンとツインテールの死闘が始まる。その緊張感を表すように、この見事なアングルが素晴らしい。なんというか、この人間目線のリアルな描写がたまらないね。で、ツインテールの、この独特な動きと触手によって苦戦する新マン兄さん。足首を噛まれた上、鞭で首絞めされるという地獄のコンビネーション。普通に強いんだね、ツインテール。ボディスパークによってなんとか逃れるものの、かなりピンチに。一方遅れて隊長たちも救援に駆けつける。やっぱり来てくれたんだね、隊長たち。岸田隊員だけいないんだけどね。あ、あいつ。この辺が嫌われてしまう原因なんだろうな。それはともかく、なおもツインテールとの死闘を続けるウルトラマン。しかし時間いっぱいでカラータイマーが点滅を始める。これは見てる方もめっちゃハラハラする。せめてツインテールを取り押さえようとするんだけど、なんかビクビクと動く、生物特有の動きで捕まえづらい。
画像だけだとわかりづらいけど、ほんとあの動きはすごいよね。実際にああいう生物がいるみたいな動きするよね。でここで最悪なことに、ツインテールを追ってグドンまで出現。うわあ。時間制限いっぱいでさらに増援とかやめちくりー。二大怪獣に挟まれ絶体絶命となり、さすがのウルトラマンもうろたえてしまう。この辺のウルトラマンのこの動きも、まさに人間ウルトラマンを顕著に表してるよね。めっちゃ動揺してるからな、この時。そんなウルトラマンはどうやって立ち向かうのか。というところで第5話は終わるのぜ。めっちゃ気になる、いいところで終わるやん。ということで次は第6話、決戦、怪獣対マット。もちろん続きは前回のあの戦いから。二大怪獣相手に孤軍奮闘するウルトラマン。しかし当然もう限界。吹っ飛ばされて起き上がるが、夕日を背にしたまま消えていった。ウルトラマン。にしてもほんと帰りマンは夕日がよく似合うな。多分一番夕日が似合うウルトラマンと言っても過言ではないかもしれないな。で破れて倒れていたゴーは、南隊員と上野隊員に助け出される。マットをやめた俺を、すいません。何を言ってるんだ、俺たちは仲間じゃないか。お前はマットをやめたつもりだろうが、俺はお前をマットの一員だと思っている。上野。ほんとこの回の上野隊員は名言多いね。この回で一気にゴーと上野は仲良くなったな。とこの間にツインテールは逃げ出し、グドンはそれを追いかける。これでひとまずだが引き渡り、取り残されていた人たちの救助も完了。お、よかったー。でも秋だけは重傷で、未だ意識が戻らなかった。あ、秋ちゃん。心配いらんよ、秋は絶対に死なん。最後までこれだけは話さなかった。そう言って坂田さんがゴーに手渡したのは、ゴーのために秋が買ってくれたシャツであった。ありがとう、秋ちゃん。ゴーは一言お礼を言うと、秋を愛おしそうに見つめる。秋ちゃんもほんといい子だなぁ。とそこへ南、上野両隊員が見舞いにやってくる。さらに上野はここでもゴーを説得する。ゴー、俺たちと一緒にマットに戻ってくれないか。俺はマットをやめた。しかし、怪獣はまたいつ現れるかわからん。お前の力が必要なんだ。悪いけど上野、俺は、彼女のそばについていてやりたいんだ。じゃあ、怪獣はどうだって言っていうのか。お前、マットより女を選ぶっていうのか。お前はそんな奴だったのか。なんと言われてもいい。今の俺は、ただ彼女のそばについててやりたいんだ。見損なったぞ、お前。戻ってこいよ。上野。熱くなってしまった上野を南隊員が止める。そしてそのまま上野を連れて病室を後にした。なんか上野隊員がだんだんこじれて、めんどくさい恋人みたいになってきたね。私とあの子、どっちが大切なのよ、みたいなね。まあ上野の気持ちもわからなくはないけど、今のゴーは秋のことで頭がいっぱいだからな。でも当の秋本人は、ゴーの思っていることとは違っていた。秋は少し意識を取り戻し、坂田さんに何かを伝える。私のことなら心配ないから、マットに帰ってあげろと。あ、秋ちゃーん。秋は自分のことよりも怪獣を優先してほしいと。本当はおそらく、不安でずっと一緒にいてもらいたいにもかかわらず。なんて気丈で素晴らしい子なんだ。自分がこんな状態で、なかなかこんなこと言えないよねー。一方マットは、長官の命令に背いた隊長が叱責を受けていた。がそんな暇もなく、グドンが現れたという情報が入る。今度こそはと早速 MN 爆弾を使用するが、なんとグドンに破効果なし。グドンは人類が考える以上に硬い皮膚を持っていた。そこで最後の手段で、スパイナーを使うという長官。え、それってまさか。スパイナーは小型水爆と同じ威力を持つという。それを東京で使おうと言い出したのぜ。この長官ヤバすぎる。そんなことしたら、怪獣以上に被害がヤバいのに。で5時間以内に全都民を疎開させ、その後に使うという。いやいやいや、絶対無理。任務から完全に外されてしまったマットは、全員で秋のところへとやってくる。そこで坂田さんは疎開しないことを伝える。でこの時坂田さんの、戦争時の体験談が語られるのがまたいい。それだけに今回の話は、何気に核の脅威や戦争といったものがテーマに入ってると思うのぜ。前後編とはいえ、テレビのスケールを大きく超えた話だったのね今回は。でスパイナーを使うと聞いたゴーは、それに強く反発する。マットの使命は、人々の自由を守り、それを脅かすものと、命を懸けて戦う。
隊長、そのためにマットはあるんじゃなかったんですか？ゴーのこの言葉に、加藤隊長も吹っ切れる。私と一緒に来てくれ、共にマットの誇りを守り、任務を遂行しよう。この言葉にゴー自身もついに吹っ切れる。秋のことが心配ではあるが、さすがにスパイナーのことを聞いて、このままではいられなかった。そりゃそうだよね。東京が吹き飛ぶかどうかの瀬戸際だもんな。ということでゴーも一緒にマットの面々は、もう一度チャンスをもらいに長官のもとへ。加藤隊長は、怪獣の目に麻酔弾を接近して撃ち込むという。しかし長官は、そんな無謀な作戦は信じられないとなかなか許可をくれない。この長官。でもそこへ岸田隊員が。長官、僕からもお願いします。隊長の言う通り、麻酔弾を撃ち込んでみるんです。それがダメならスパイナーを。おいである岸田の言葉にだけ聞く耳を持つのがあれだけど、なんとかここで長官の気を引くことに成功。最後の最後で岸田隊員、少し株を上げたね。プライドは高いけど、決して嫌味なだけの人間じゃないことがここでよくわかるのぜ。気持ちはあくまでみんなと同じだった。岸田、やるやん。長官。長官。お願いします。やらせてください。長官。マットにやらせてください。お願いします。全員の必死の懇願に、さすがの長官も折れたようだ。いや、その代わり、失敗したらマットは解散だぞ、それでいいな。解散マット来たー。はい。加藤隊長の言葉に迷いはなかった。やってみろ。ついに長官の許可が下りる。やったー。隊長、最後のチャンスです。一発勝負といきましょう。我がマットは今度の戦いに全てをかける。全力を尽くして戦おう。はい。この熱い展開に、もはやゴーと岸田の確執も、遠い昔のことみたいに感じてしまう。この夕日をバックに、マットジープで待機する絵がかっこよすぎる。今回はもう、夕日と一緒に撮りたいがための話と言ってもいいくらい絵が映えるかい。後部座席でポージングを決める岸田隊員生かすね。しばらくすると、先に姿を現したのはツインテール。マットはジープを走らせ、ツインテールに向かって前進する。そして近くまで接近し、ツインテールの目に麻酔弾が命中。片目を潰すことに成功するが、もう一発は外してしまう。しかも隊長のジープが砂にタイヤがはまって動かなくなってしまう。いきなり大ピンチ。ゴーがおとりになるべくジープから降り、マットガンで立ち向かう。また無茶なことを。さらにここでグドンも現れ、いよいよマットは追い詰められていく。あかん、このままじゃマット解散じゃなくて全滅してまう。このピンチに特に瀕死にならず、ウルトラマンへと変身するゴー。ウルトラマン来たー。かっこよく登場した新マン兄さんだが、やっぱり2対1で圧倒的不利に追い込まれる。エビの味がするだけの餌のはずなのに強いんだよな、ツインテール。ウルトラマンを援護しろ。加藤隊長の号令により、マット隊員全員で一斉に援護に回る。あ、熱い、なんという熱い展開。この話で完全に、ウルトラマンとマットのチームワークが完成したと思うのぜ。確かにそうだね。さすがのウルトラマンも一人じゃ戦えないけど、マットが後ろで支えてくれるのは心強いね。特に今回はもう、ウルトラマンもマットも総力戦だからな。みんな必死なのぜ。でここでウルトラマンがツインテールを背後から捕まえ、その隙にマットバズーカで目を潰すことに成功。おう、ツインテールにはかわいそうだけど、これで正気が見えてきた。目の見えなくなったツインテールがグドンを攻撃。グドンも負けじと反撃。しかしさすがにもうだいぶ弱っていたのか。グドンに尾の付け根をかじられ、地面に叩きつけられて絶命する。ついにツインテール倒したー。あとはグドン一匹になり、ウルトラマンが一気に攻勢に出ていく。これまでやられた分を返すように、グドンをボコボコにする。さらにバックブリーカーで投げ飛ばし、一気に弱ったところへスペシウム光線。グドンは爆発死散。やったー。戦いに勝利し、砂煙の中から隊員が一人一人立ち上がる。よかった。本当によかった。ありがとう。と隊長は涙目になりながら、一人一人と握手していく。そして夕日を背に、みんなで勝利の喜びを分かち合うのだった。本当によかった。マット解散にならなくて本当によかったね。今回こそは最後の戦いは、マットがいなかったらウルトラマンも負けてたな。そうだね、ほんとマットは地上戦強いことも証明されたね。
その頃秋も目を覚まし、青い空にゴーの姿を見るのであった。最後だけなんかゴーさん死んだみたいに。ということで初の前後編の話だっただけに、骨太で重厚なストーリーが展開された5、6話。ちょっとシリアスだから子供受けは悪いかもだけど、大人になってみると本当に面白い回なのぜ。これがまだ序盤の話っていうのか、信じられないくらいのスケールの回だったね。というわけで、ストーリー序盤の解説はここまでにするのぜ。次回は今回の続きの話で、ちょっと低迷した視聴率を上げるべく、テコ入れされていくところを解説したいのぜ。それではまた次回。またねー。